はい、チューダーが日本に正式発売されたということで、ちょっとチューダーをやりたいと思います。でですね、まあチューダー最初の、初期モデルはあの小腹ですね、チューダー王朝にちなんで小腹のダイヤルになります。で、まあロレックスのオイスタージュニアとかオイスタースポーツとかあるんですけど、これがチューダーになるわけですね。で機械もですね、同じくフォンテンメロンが入ってます。初期のモデルですね。初期のモデル、まあ50年代ぐらいまではフォンテンメロンですね。それがエタに買収されてしまいますので、後にエタになるんですけれども、50年代の初期のチューダーは非常に面白くてですね、これはですね、まあ通称ボーイズサイズ I 型っていうモデルなんですけど、で隣に行きますとロレックスのボーイズサイズがありますけれども、ほぼ同じケースですね。30ミリの同じケースになるんですけれども、でこの小腹の右側がステンレスモデル、この左側が金張りっていうか金メッキっていうか、まあ、金張りだったんでしょうね。金張りモデルですね。ちょっと後メッキしてますけど、でこういう感じですね。文字盤がこれはあのボーイズサイズですので、チューダー、オイスター、プリンス、確か31って多分31ミリのことだと思うんです。ケースサイズで書いて、でこのあと34ってなるんで、それが多分34ミリだと思うんですけど、業者の文字盤ですね、こちらは。でローターセルフワイディングっていうのがこう楕円形にセルフワイディングって入りますね。この当時はあのこう楕円形にこう入るようになってますね、弓なりにっていうのが。これが特徴ですね、初期のチューダーの特徴ですね。でデカ腹じゃないんですよね、小腹なんですよね、この初期のやつは。はい、で面白いのが、今回初めてちょっと自分でも知ったんですけれどもですね、まあロレックスはあのこのロレックスはですね、あのボーイズサイズであっても機械があのレディースの機械2135ですね。これはね2135で、こちらはですねチューダー専用の、ボーイズサイズの機械入ってました。それでもっと笑っちゃったのは、ステンレスは、シルバーで、金張りは、金メッキっていうのかな、まあ金色の機械入ってました。びっくりしましたね、これは。まあ後でお見せしますけれども、7911かな、ケース番号です。7911機械がフォンテンメロンです。ちょっとこの後ケースをお見せします。あ、機械を見せ